はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、川崎市交通局川崎ノルフィンハローキティコラボラッピングバスを紹介します。はい、しっかり見ていきます。このトミカは川崎市交通局の川崎ノルフィンハローキティのコラボラッピングバスです。シールを貼る前はこんな感じだね。ぐるっと一周見てみようかな。フロント周りはこんな感じで、横から見るとこんな感じだね。後ろの方はこんな感じになってて、運転席側はこんな感じのデザインになってます。じゃあ早速シール、付属のシールを貼っていきます。はい、シール貼り終わったのでしっかり見ていきます。フロント周りの方は、中央の部分にはハローキティのリボンがプリントされてるね。この辺りにもノンステップバスってプリントがされてます。ヘッドライトの部分は塗り分けがしっかりされてるね。で、行き先案内表示とナンバープレートの部分はシールになってました。川崎市バスって書いてあるね。で、横から見るとこんな感じだね。側面の部分のキティちゃんとかノルフィンのイラストは、この部分は初めから貼られてあったシールになってます。プリントされてあった部分は川崎市バス、川崎シティバスっていうのと車椅子のマークだね。で、ここの行き先案内表示の部分は後でシールで貼りました。かわいいね。で、後ろの方を見ていくとこんな感じだね。アイドリングストップバスっていうのと、この車椅子のマークは初めからプリントされてたね。この部分にも大きくキティちゃんとノルフィンのイラストがシールになってます。で、ナンバープレートのところもシールだったね。行き先案内表示は川崎バスってなってます。キティちゃんとノルフィンがお弁当を食べてるんだね。で、運転席側はこんな感じだね。この部分にも大きくキティちゃんとノルフィンのイラストがシールになってます。このイラストの部分は、これはキティちゃんとノルフィンがスポーツをやってるイラストはね、反対側と違うデザインになってます。で、上の方を見ていくと、ルーフの部分は他の色と違ってちょっと濃いめのブルーになってるね。内装の方はこんな感じだね。運転席周りはブルーのカラーリングになってます。で、お客さんが乗る席の方は、この辺りはブラックのような感じになってるね。しっかりと作られてかっこいいです。で、タイヤの部分は特にこれはサスペンションはついてないです。ホイールの部分がブルーのメタリックになってて、これかっこいいね。で、裏の方を見ていくと、日野ブルーリボン2014年の写真になってます。で、こうやって見ていくと、やっぱり川崎市交通局のラッピングバスっていうのは可愛いデザインだね。川崎市バスのイメージキャラクターのノルフィンっていうのもいい感じだね。で、ちなみにノルフィンっていう名前は、市バスに乗るっていうのと妖精っていうのが掛け合わされた名前だそうです。で、今回はキティちゃんとのコラボだね。で、以前川崎市交通局のバスでラッピングバスっていうとこれだね。ドラえもんとのコラボラッピングバスっていうのもあったので比べてみたいと思います。はい、川崎市交通局のラッピングバス2台並べてみました。で、こちらの方が藤子 F 不二雄ミュージアムのラッピングバス、ドラえもんとのコラボトミカだね。で、こちらの方が川崎ノルフィンとキティちゃんのコラボラッピングバスです。車種の方が日野ブルーリボン2とイスズエルガで、形がちょっと違うんだね。どちらのバスも実車をデザインしてるっていうところがすごく嬉しいね。で、フロント周りはこんな感じで、側面の方はこんな感じだね。どちらの部分もこの側面の部分はシールが中心だね。
だけどすごい可愛いキャラクターがデザインされてていい感じだね。後ろの方はこんな感じだね。後ろの部分もいい感じのキャラクターがデザインされてるね。で、運転席側はこんな感じだね。側面の川崎市バス、川崎シティバスっていうこの部分はどちらもプリントされてたね。キャラクターたちがすごい楽しそうだね。で、こうやって見てみるとどちらのモデルもすごく可愛いデザインだね。これからもこの川崎市交通局で新しいラッピングバスが出てほしいなと思います。箱の方は正面のパッケージにトミカの写真だね。車種は日のブルーリボン2って書いてあって、ここには川崎ノルフィンとハローキティのコラボのロゴがプリントされてます。で、側面の方はこんな感じだね。ここにサンリオのライセンスシールだね。で、裏の方はこんな感じになってます。はい、今日は川崎市交通局の川崎ノルフィンハローキティコラボラッピングバスを紹介しました。で、今回も川崎市交通局のラッピングバスの出来はすごく良かったね。ハローキティとノルフィンのコラボですごく可愛いデザインになってました。で、このモデルは2018年に発売されて、その時は即完売で買えなかったんだよね。で、今回自分の場合は2019年の2月8日から再販された分で購入することができました。で、再販された当日も鉄道ホビダシショップっていうオンラインショップで購入したんだけど即完売だったね。ちょっとオンラインショップのホームページ見てみようかな。川崎市交通局のホームページを見てみようかな。2月8日に更新されてて、市バスとハローキティコラボグッズ販売中になってます。で、下の方を見ていくとこの部分だね。川崎ノルフィンハローキティコラボラッピングバストミカは販売価格が税込み1000円になってます。で、販売先っていうのがオンラインショップだとこのホビダスマーケットっていうところになるね。ちょっとこのホームページ見てみようかな。で、ホビダスマーケット見ていくといろんなコラボグッズが販売されてるんだね。で、この中のここだね。で、コラボトミカのページになって、下の方を見ていくと現状では売り切れになってます。で、2月8日に再販された時即日完売だったので、もう一度販売を再開するらしいね。再入荷予定が2月16日の土曜日の12時30分、お昼の12時30分からこのオンラインショップの方で再販されるそうです。欲しいけど現地まで買いに行くのは大変な方はオンラインショップの方をチェックしてみてください。で、川崎市まで買いに行く方もちょっと注意が必要だね。交通局管理課または溝口乗車券販売所をご利用くださいになってるね。で、各営業所の販売予定分っていうのはすでに完売してるということになってます。2018年発売された時は各営業所でも売ってたんだけどね。現地まで買いに行かれる方はホームページの方をチェックしてから行ってみてください。で、下の方を見ていくと各販売所で完売となった場合でもこれからイベントとかで販売される可能性もあるって書いてあるね。で、下の方を見ていくと2月8日更新のところでは売り切れ中って書いてあるけど、追加出荷っていうのが2月の16日の土曜日の12時30分からホビダスマーケットで販売されます。で、オンラインショップなので送料がかかるけど買いに行く交通費とか考えたらオンラインショップでもいいのかな。はい、こんな感じで川崎ノルフィンとハローキティのこのコラボトミカ、欲しいけどまだ手に入れられてない方はホームページの方をチェックしてみてください。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。